ゴールデンホーンは影の競争場である。主な勝ち倉は2015年のダービー、エクリプスステークス、アイリッシュチャンピオンステークス、外戦紋章。2014年10月29日にノッティンガム競馬場の未勝利戦でデビューし、2015年のクラシック戦戦で再び対戦することになるストームザスターズを頭差しりぞけて勝利した。 三歳初戦のリステッドレースに勝利すると、自走はダンテステークスに出走。一番人気は、同じジョン・ゴスデン厩舎のジャック・ホブスであったが、ゴールデン・ホーンが二場新三、四差をつけて圧勝した。ダービー出走は、ダンテステークスの勝ち方次第とされていたため、この勝利の後に、追加登録料7万5千ポンドを支払っての、ダービー出走が決まった。ダービーでの安定は、 ランフランコで通りであった。後方からのレースとなったゴールデンホーンは直線外に持ち出すと先に抜け出したジャック・ホブスを差し切り3馬身半差をつけて圧勝した。3着はデビュー戦で任したストーム・ザ・スターズでありゴールデンホーンとの喫茶は8馬身であった。続けて陣営が選択したのはエクリプス・ステークスでコバとの初対戦となった。ダービーでは 広報待機であったがここでは逃げを選択し、小場最有力のザグレイギーニャツ B にバ馬ン反差をつけての逃げ切り勝ちを収めた。ゴールデンホーンはここまで5戦無敗であったが、キング・ジョージ6世クイーン・エリザベス・ステークスを、馬場を理由に回避した後に出走したインターナショナル・ステークスで3歳牝馬のアラビアン・クイーンに競り負け、初の敗戦となった。 自走のアイリッシュチャンピオンステークスを勝利したゴールデンホーンはゆるいババやトレブの主戦ティエリ・ジャルネが指摘した年内使いすぎなどの問題もあったが外線文章に出走したスタートを切ったゴールデンホーンは後方集団の外につけると出走から約13秒後には馬群から離れさらに外を追走したその後戦闘集団に向かって進んでいき 出走から約50秒後には、トレブのペースメーカーを見る、形の2番手につけると、直線で抜け出し、2着のフリントシャーを2場審査しりぞけて、勝利した。このレースの後、安状のデッドオーリは、ゴールデンホーンを、今まで起乗した馬の中でおそらく一番だと、評価している。引退レースに選ばれたのは、ブリーダーズカップターフであった。同年のアーリントンミリオンステークスの勝ち馬。 ザ・ピッツァ・マンや G1 を4勝をしているビッグ・ブルー・キトゥンなどアメリカの G1 馬が出走していたがゴールデン・ホーンに半馬審査つけて勝利したのは外戦門賞9着の3歳ン馬ファウンドであったこの年の活躍を受けてゴールデン・ホーンはカルティエ賞年度代表馬最優秀3歳母馬に選出された以下の内容はレーシングポストの情報に基づく2016年より イギリスのダルハムホールスタッドで種子バ入りした。その際、種付け量は6万ポンドに設定された。ありがとうございます。